の。お刺身が輝きを放っております。豪華絢爛お船盛り、これで一人前。景色もキラキラ。下関市の海鮮食堂はるみです。朝魚をおろすと僕がテンション上がってるんで、テンション上がると食べてほしい魚いっぱい乗っちゃうんでやりすぎじゃないって言われることは結構ありますね。とろっとろです。すっごく脂が乗ってて大トロかと思いました。お刺身の後は味変第1弾、丼にして秘伝の漬けダレをかけていただきました。甘めの漬けダレでごまの風味もよく合います。お魚の旨味を引き立てるタレですね。味変第2弾はお茶漬け。タイの出汁でさらなる幸せが。熱々のお茶漬けの出汁をかけてもらって魚の表面だけ火が入るのも魚に味がまとわるっていうんですかね。で、景色を見ながらこの田舎を楽しんでほしいっていう思いが一番強いですね。